ハミルトンガメは、ハチューコウカメ目クイシガメかハミルトンガメ属に分類されるカメ。本種のみでハミルトンガメ属を構成する。インド北部、ネパール、パキスタン、バングラデシュのインダス川、ガンジス川、ブラマプトラ川水系模式標本の産地は、インド。最大高三39センチメートル。オスよりもメスの方が大型になる。廃校はやや扁平かややドーム状に盛り上がり。 上から見ると細長い楕円形。C パ板とあばらパ板には筋状の盛り上がりがある。後部円パ板の外円が尖りの小切り状になるが、老齢個体では不明瞭になる。廃光の色彩は黒い。泡大大色や単光色、黄色、白の不規則な反門や放射状の筋模様が入るが、大型個体では反門が消失して黒一色になることが多い。 液化甲板はやや小型か中型で、素形甲板はやや大型。復興はやや大型で、復興を折り曲げるための構造はない。復興の色彩は黒く、炭鉱色や黄色の反紋や放射状の筋模様が入る。頭部は大型。粉炭は突出せず、上顎の先端はへこみ二股に分かれる。後筋が発達するため後頭部は隆起し、後頭部はやや大型の鱗で覆われる。 後方面は幅広く平坦で、硬い獲物を噛み砕くことに適している。顎を覆う、隠し粒や顎の骨に、量やうねがあるが、発達しない。指跡は長くはないが、指跡の間には、水かきが発達する。尾は、やや太くて短い。頭部や獅子、尾の色彩は黒や暗褐色で、黄色や白の斑紋が入る。卵は、 長径4.1から4 5トル、短径2.5から3 7トルの楕円形。妖体は、肺高の反問が多い傾向がある。メスはオスに比べると肺高が幅広く、高高が高い。オスの生態は、腹興の中央部が明瞭にへこみ、尾が太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、相肺節口の大部分が肺高の外側にある。メスは、 復興の中央部が平坦か、わずかに突出し、尾が細くて短く、尾をまっすぐに伸ばした状態でも、総排節口全体が廃校よりも内側にある。俗名ゲオクレミウスは、大地の亀の意で、種小名は、フランシス・ブキャナン・ハミルトンへの懸命。以前は、形態から、関東草亀や草亀と禁煙と考えられ、旧草亀属チナミスを本族に含む説もあった。 そのためハミルトンクサガメと呼称されることもあるが、本種はクサガメ類とは禁煙ではないと判明し臭いも、発したりしないため妥当な名称ではないとする説もある。大型河川や、その氾濫源にある川渡湖、地消、湿原、水溜りため池などに生息し、水生植物の繁茂もした水深が浅いし水域を好む。 主に寒気にも干上がらない水場に生息するが、タール砂漠の個体群は寒気に水場が干上がると別の水場に移動する。分布域北部では不活発になったり、ほぼ冬眠することもあるが、バングラデシテ地部の個体群は周年活動する。植生は動物食で昆虫、甲殻類、貝類などを食べ、魚類、両生類も食べると考えられている。繁殖様式は卵生。 2月か5月、10月に1回に26から36個の卵を年に2回に分けて産む。飼育下では卵が74日で孵化した例がある。農地開発、漁業による婚格、ペット用の採集などにより生息数は減少している。工術するように国際的な小取引は規制されているが密輸されることもある。1975年のワシントン条約発行時から、 付属書愛に掲載され、商業目的の国際取引は禁止されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。日本では1980年のワシントン条約の批准以前にバングラデシュから輸入された個体や、それらに由来する飼育下繁殖個体が登録証付きで流通する。アクアテラリウムで飼育される。飼育下では、 植物質を食べない個体もいるが、冷凍された生えさや配合資料には得づく個体が多い。ありがとうございます。